まあ、美人は得だよと。そうだね、美人は得だよ。もうそこが一番かな。でもさ、しーちゃんとさ、りんちゃんはさ、まだまだ小学生なんだから、これから自分磨きを頑張って、どれだけね、こう、可愛くなれるか。可愛くなれるかっていうのはまだ未知の世界だから、それはね、どんどん伸ばせていけるんじゃない？ママになっちゃう。え？ママになりたかったってずっと思ってるんです、私。ママの目を君たちにあげたかった。そうですね。ママの目はですね、涙袋がすごくて、二重がバッチリしてるんですよ。ねえ、でもさ、このカメラの向こうの人そんなこと言ったらさ、絶対ママって超可愛いんじゃんと思われてんじゃん。絶対可愛くはないからね。怖いね。死ぬ間違いない。あとですね、お母様は、ちょっと髪があれでして、髪がボサボサ、昔からのなんかテンパ、あ、そうそう、テンパなんです。別だからママのね、人生はね、うん、目には全然ね悩んでなかったんだけど、髪に悩んでたので、そうそうそう、私は髪は全然平気なの、うん、目なんだよ。でもさ、髪だったら別に美容院行けばさ、ストレートにもなれるし、くるくるできるもんね。くるくるできるし、別にそこまで悩んではなかった。それは嫌だったけど、めんどくさかったけど、だって美容院行った時はな、ストレートになるし、だし目だからね。ねえ、ママ以外全員一重。そう、パパの血が強いんだよね。辛すぎる。本当、私は性格までパパ、ほんと辛すぎる。そうだよ、パパ心理学の本超好きって言ったもんね。パパそっくりって言われてたし。どこまで似てんのみたいな。本当にもう嫌だ。うり二つでございます。本当に嫌だ、性格までパパと一緒だって。うん、もう諦めて、しょうがない、そう生まれちゃったんだからね。意味はどっちに、うん、半々ぐらいかな、リミはね。リミはハーフ&ハーフ。ハーフ&ハーフ、ママとパパのハーフ&ハーフぐらい、性格とかママ。そうだね、ちょっと引っ込み思案とかもママだね。ママも小さい時は引っ込み思案だった。発表とかしないタイプ。私バリバリしてるから。そうだから、全然違う。ママの要素ないよね、しーちゃんね。やば。どこにママの要素なんだろう。毎日手あげてるから。はい。ママは全然手あげない子だった。だからほんとリミみたいな感じ。だから自分を見てるようだよね、リミを見てるとたまに。ああ、ママわかる。手あげたくないよね、みたいな。そんな感じ。リミね、前ね。うん。道徳の時にね。うん、手あげてない人立てって言われてね、うん、いや、たまに言われるよね、私。立ったの？それでね、うん、立ったらね、発表してって言われたんだよ。で、発表したの？そういう時あるよね。だから私そういう時発表できないからさ、ぼーっとしながら見てんの。なんかね、なんかね、なんか緊張が楽しいんだよね。どうなの？変わってんね。楽しくない。緊張がさ、心地いいっていうか、なんていうの？しーちゃんはほんとそういうの好きだもんね。だって、クラス委員でしょ、今。うん。クラス委員も自分で立候補して、うん、投票で1位になって、なったんだよね。なって。すごいよね。集会委員の委員長だし。うん。そうだね。すごいね。やっぱ緊張は好きなんだよね。緊張ってよくない？運動会は応援団やんの？さあ、どうかね。前やってたね。毎回やったよね。去年は、まだ悩んでんの？まだ悩んでんの？いや、でも、リレー戦にはなれないでしょ、どうせ。ほんだね。でも、うん、もしリレー戦になったら、リレー戦行っちゃうけど、うん、リレー戦とかも絶対なれないから、応援団かなって感じ。うん、もうどっちかに行きたいね。ね、最後だからね、応援団とかできればね。去年はリレーなくて。あ、そっか、なかったのか。それで、応援団にも行かなかったもんね。あー、そっかそっかそっか。でも今年は親も見れるっていう書いてあったから、多分ある程度はだから応援団やろうかなと思ってます。あ、でもリレー戦って受かっちゃったらリレー戦行っちゃうけど、うん、まあね、私の足が速くなってるわ。前って親見れなかった。前見れなかった、親全然見れなかった。ほんとやばかった。昔、去年は班でやってて、うん、そうだよね。そうそう、2日間に分かれてやったからね。そうそう、私リーダーだったから。あ、でも今回も分かれるっぽいよ。マジ？うん、1日じゃないっぽい。分散してやって、親もちょっと見れるようにしますみたいな感じ。私も、私リーダーだからさ。そっか、班の班もリーダー、すごいね。
どんだけやれば気が済むのじゃんけんで勝ったすごい真逆だよね、シホとリミはね。本当になんでそんなやんの。立候補して長良しリーダー数が多かったからじゃんけんで絞って見事に勝ってリーダーになった。リーダーなりたかった。そうだよ、なりたかったんだよ、しーちゃん。そういうのが好きなんだって。緊張って楽しくない？しーちゃんなる前リーダーなるかね、どうしようかな言ってたよ。いや迷ってたんだよねでもなっちゃったね。リミはどうなの？そういう姉を見てどう感じるの？すごいなお姉ちゃんって感じ？私だったら絶対無理って。どんな感じ？変な人それはひどい。変な人なの？普通さ、あ頼もしいわお姉ちゃん。そうだよ、そんな全部委員長とか。そうだよ、委員長とかリーダーとかなんてすごいのみたいなさ。そういう場面だよね。今そういう場面を聞きたかったのに。そうだよ、変な人なんで変な人？だって変じゃん。変じゃなくない別に。変だよ。そう？変だよ。こういう人いるよね、クラスに一人は。いるでしょ。なんでもこう、はい、私やりますみたいな人いない？いるでしょ。いないの？いないの？リミのクラス大丈夫？いるよ、絶対一人は目立つ人。いるよね。目立ちたがり屋の人もいるよ。そう、目立ちたがり屋の人。目立つ人めちゃくちゃいるよ。でしょ？でしょ？私の一人だから変じゃないじゃん。みんなそういう人はいるんだよ。でも、しーちゃんぐらいじゃないよ。そうなの？しーちゃんはすごいってこと？そう、しーちゃん特殊な。特殊扱いされてるけど。私特殊なの？でも、しーちゃんちょっと学校で目立つ方じゃない？何気に。しーちゃんの声うるさいんだよ。あ、そっちでね。なんか目立つそうだよね。しーちゃんね、リミが教室にいるときね、うん、あのね、あ、声が聞こえるやつ。水道とかでめっちゃ声聞こえんの。水道？水道。水道、あ、そう、近いんだよね、今ね、教室が。教室隣なんです、この人と。ほんと。まあ、うるさいね。でもね、階段とか合わせてなんだけど、うん、私の教室、トイレ、階段、リミの教室なの。うん。あとね、しーちゃんの教室は教室からね、外じゃないや。あのね、私の教室からね、外まで声が聞こえたとか言ってて、うん、私の声が、うん、やばいね、やばい、しーちゃん声でかいのよね、やっぱり。ママにだねうるさいんだ、しーちゃん、よく聞こえんの？多分私うるさいと思う。うるさそう。え、めっちゃ聞こえる？目立ってんね、じゃんね、しーちゃんね。はっきり聞こえる。はっきり聞こえるの、やばい。やばい、やばいね。いやでも、それだけ学校が楽しくてエンジョイしてるってことだから。まあね、そうだ、いいことだよね。いいことだと思うけどね。残り1年、もう1年ないもんね、もう5月も終わるし。けどね、中学はね、ちょっとおしとやかめのキャラでいこうと思う。いや、無理無理でしょ、そんな。でも中学は半分は新しい人が来るから、新しい出会いがいっぱいある。ちょっとね、最初はね、印象良くしようと思って、ちょっとおしとやかなキャラでいく。え、でもさ、おしとやかだからってさ、いい印象とは限らないでしょ？いやでも、盛り上がるとこは盛り上がるんだよ。あー、なるほど、ね。で、ちゃんとするとこは、ちゃんとする。いや、それは今でもそうしてください。今でもちゃんとしようよ。いや、してるよ、してるけど。うん。なんかさ、どうしても声が大きくなってしまうんだよね。あー、ママもそうだけどね。ほらでしょ、うん、だから、なんか、変なとこで声がでかくなる気がして、私。リミがね、1階にいるときね、ゲームしてるときにね、2階からね、ママとしーちゃんの声がね、ぶっ飛んでくるからね、うるさいんだ。いや、でもその逆もあるからね。ママとしーちゃんが2階で撮影してるのに、リミのゲームの声がすごいときいっぱいあるよね。いっぱいあるよ。ずっと殺さないで、キャー、殺さないでとか、めっちゃあるからね。痛いとか言ってさ、ゲームに向かってやめて、痛いやめてってめっちゃ必死なの。めっちゃ必死。お互い様だよね。めっちゃあるからね。リミはゲームになると変わるからね。そういつもなんか静かっぽいイメージだけど、ゲームになると豹変して
うるさくなるよね。私中学から清楚系で行くから。絶対無理、絶対無理、やめて。ちーちゃん、不思議ちゃんにしてよ。なんで不思議ちゃん。そんなキャラで行くの、不思議ちゃんね。あらーって。お下げって。やだ、絶対やだ。お下げとかしちゃったらどう。不思議ちゃん。やだ。不思議ちゃん。でももうすぐ中学校だもんね。早いね、信じられない。私絶対袴着るって決めてるから。あ、卒業式？何袴ってる？着物みたいなやつ、ここからこう。みんなそれ着てくの？うん、みんな卒服って言ってさ、ちょっと制服っぽい服着るんだけど、中に学年で多分 2,3 人はいるんだって。ね、前の小6年生1人しかいない気がする。いや、3人ぐらいはいたって言った。あとね、うん、今のね、6の2のティーチャー、うん、先生は、うん、袴着てた。まあ、先生はね、袴着るのもありだけどさ、生徒がさ、そのみんなさ、卒服の中でさ、3人だけ袴を着るってだいぶ目立つよ。いいの？いいよ。へー、いいんだ。いいじゃん、かわいいもん。でも友達とかにもいる？袴着たいって言ってる子とか。一緒に袴着ようって約束した子いるよ。あ、じゃあいい、いいか。いや、一人じゃないから。あのさ、聞いてきてさ、しっちゃん袴着るって。うん、着るよって。目立つ、うん、が、もう目立ってもいいから、あれはもうかわいすぎて負けたって言って、うん、あの、目立つのと、あの、着たいのどっちを取った、うん、取るかって言って、うん、私はもう着たいの選んじゃったから、うん、私は絶対着るよって言って、だから、じゃあ一緒に着ようって言って、よかったーって言って、へー、言われて、そうそう。じゃあお友達絶対着ようねって。誰？語りすぎてやばい ね。久々になんか語る動画だったね。ね、周りには宿題もしてただろうけど、そちらによってもって語りを、語りですね。本当に楽しいよね、学校は。そうね。まあ、しーちゃんが最近ほんとね、喋るようになって、おしゃべりがまあ上手なのかどうかわかんないけど、でね、今度ね、あの、LINE ライブとかもちょっと多めに、まあ、イベントもちょっと挑戦しつつ、やっていこうかなっていう感じなので。はい、皆さん応援よろしくね。ね、皆さんほんと、LINE ライブ登録お願いします。はい、お願いします。はい、で、まあ、りりちゃんもね、あの、暇な時はね、参加して。はい。お願いします。はい、ということで、はい、応援よろしくお願いしま す。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、ということで、それではバイバーイ。グッバイ。また明日。また明日、確かに。